もうこれワンピース好き好き病だわ。めっちゃ元気。ムカつくこいつ。あの、お、なんだ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 、夫婦事件。お、仲介屋のマージンか。名前ドストレート。返償金300万、手数料&預かり料297万。え、これぼったくられてる。ワンピースオデッセイ、あいつなら薬よりもこっちだ。特製エナ、ほらね。ほらね。だと思ったのよ、エナジーアップル。こんなんであいつが助けられるのか。ただでやるから持ってきな。渡してみりゃどういうことかすぐにわかるぜ。渡します。はい、渡します。おお、これだ。パクパクモゴンゴッくん、生き倒れの女王。最高だぜ、エナジーアップルはうまい。めっちゃ元気。ムカつくこいつ。めっちゃムカつく。おいおい、本当に元気になってやがる。チョッパーの顔見ろ。すまんな、実はそうだったんだ。じゃあ言ってこい。その方が早く渡せたぞ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだよ、人騒がせね。君はサンジがいるんだからすぐに渡すぞ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな生き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。あ、そういうことね。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだって。それはそうだね、それはそう。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。あ、いいけど。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がいつもなんだ。くれるんでな、いつもやってんだ。あ、呆れた。それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。でもちょっと待って、この人右腕隠してる。もしかして麦わらの一味か。とにかくありがとう、本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああそうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行って。お前が持ってんのかい。なんで。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。ああ、まあ、偶然なのか。あ、じゃあしょうがないか。いや、それなら自分で。本当に腹が膨れたら眠くなってきた。マジで行動がエースみたいだな。おい、こんなとこで寝るな。あ、面白。こいつこんなキャラ立ってるのにこいつモブなんだ。これだけなのかこいつ。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。よかったね。これであの門の向こう側にも行けそうだし。しかもようやく謎のお使いみたいなことを覚えて。向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。うん、まあよかった、やっと進めるわ。じゃあこの門番魔法そうだな、探しに行けよ鍵を。ダメだ、あの鍵もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。割とすぐ近くに落ちてたらしいぞ。なあなあ、この鍵お前のだろ。できたよ。おお、それだそれ、俺今朝からずっと探しててよ。道に落ちてたのに気づかなかった。じゃあ早速門を開けてくれる。うん、お願いします。すぐ開けるから待っててくれ。はーい。いやー、ようやくだわ。まったく待たせやがって。え、でもこっからどこまであれするんだろう。どこまで再現していくんだろうな。開いたぞ。うん、あんたたち鍵を届けてくれてありがとうな。とんでもない、こちらこそ。この後どうするんだ。確かに。レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、うんうんうん、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから必要な物資を揃える必要があるわね。なるほど。なんか買い物とかしろってことなのかな。しししじゃあ先に食い物集めだ。おーい、お前な。まあ別にそれでもいいか。よし行くぞみんな。いや本当、何気ない会話が本当に好きだわ。何気ない会話が一番楽しい、このゲーム。もうこれはワンピース好き好き病だわ。本当に、ウソップ風に言うならワンピース好き好き病だわ。こんなにたくさんの人初めて見たわ。そっか、リムのところだといないもんね。もしかしてあの島から出たことがないの。ええ、メモリアに来たのも初めて。あ、そうなんだ。いつもついてきたりしないんだ。砂漠を越えるからまとまった量の食料が欲しい。それも8人分だって。とてもじゃねえが、うちには無理だ。もっと量を扱って。そうか、君はないのか。
じゃあどこに、ここは、ここの番出来は悪くなさそうだが、日持ちを考えると旅に持っていくには向かない。まあ、サンジが言うならそうなんだろうな。え、この人は何？でっか。君たち海賊だね。なかなか腕が立ちそうだ。何あんた、喧嘩ならよそ渡って。え、失礼、そんなんじゃないんだ。海賊さんたちに仕事を斡旋している。海賊に仕事の斡旋だと、仲介屋ってやつ。なお、マージン仲介屋のマージンか。名前ドストレートだな。以後、面白いおきを。はい。で、どんな仕事を斡旋してくれんだよ。賞金首狩り。なるほど。賞金稼ぎ。うちにはゾロがいますよ。賞金首、こっち、確かに。だからこその仲介屋。どういう意味だ？君たちが賞金首を捕まえ、僕に身柄を渡す。引き換えに僕たちが君たちに賞金を払う。そうすれば、ああ、そっか。そうだよね。海軍から賞金受け取れないんだもんね、海賊は。賞金を手に入れられるってわけさ。んー、なるほど。あんたそこから手数料引いて儲けてるってわけね。もちろん事前自由はないからね。悪くない話。確かに悪くない。いいよ、やろう。当たり前だ！ドン！興味持ってくれて嬉しいね。本当だ。え？酒場にある掲示板を見て、賞金首を選ぶといい。そこの酒場にいるんだ。仲介屋からの依頼が張り出されて、極悪兄弟がちょうど良さそう。あ、ジョニーと予作か。おい、極悪兄弟の依頼を受けられるようにしてあげたから、酒場の掲示板から依頼を受け取りに行ってね。賞金首を倒したらすぐに賞金を持って参上する。ほう、その場で。めちゃめちゃ有能だな、このマージン。あ、5000円、結構もらえるね。はい、極悪、じゃあ受けてくるか。賞金首を倒すと賞金、懸賞金の一部が手に入る。仲間の掲示板を調べて賞金首の情報を確認しよう。はい、じゃあちょっと見てみるか、どんな感じなのか。砂漠にいる人たちの服装って意外に布が多い。釣りをするよりも日差しを防ぐことの方が重要。あー、そっか、夜は夜で結構冷えるしな。3時には物足りねえんじゃねえか、あんな風に布面積多いとよ。確かに。バカ野郎、何言ってやがる。え、ああいう奥奥ゆかしい服装だからこそ際立つ美しさってもんがあるんだよ。なるほどね。くだるね。お前、毎回よく飽きねえな。これはゾロが正論だわ。なんだとこら。この二人もよく飽きねえ。ほんとだな。さあ、酒場。酒場に届きました。ファイスビーン。ここは、ああ、エースが来たとこじゃないな。はい。食料手ながら困ってる。あれ？おいおい、そいつは大変じゃねえか。うちの店が力になるぜ。ここもあったときはお互い様。マジ？うちの料理人が立ってるから声かけてみな。店の中の食料の管理は全部あいつがやってる。なるほど。ああ、できたできた。極悪ブルー兄貴。海賊兄弟大暴れ。ついに兄に懸賞金が。兄弟で事件を起こし続けてる海賊。兄にかけられた懸賞金ネタに、賞金稼ぎをおびきをして、菜の花の東の大通りに潜伏中。なるほどね。で、受注。900、1000万、10万、100万。300万ベリー。もう大したことねえんじゃねえか。刀ならしにちょうどいい。チラッと。オッケー。じゃあ受けるか。賞金首を倒せ。はーい。ま、待って。食料、食料。お前か？実はよく笑って話できてる。会長と海軍本部大佐が。あ！スモーカーとエース、ここでもうやり合った後？思い出して震えちまう。え？じゃあもうエースいないのか。断然エースさん派。若いのに落ち着いてて素敵だった。私はスモーカーさんの方がいい。僕はダンディ。まあどっちも確かにイケメンではあるけど。ポッコ、君かい。なあ、お前がこの店の料理人だろ。俺たちに食料くれ。おやさんとの話はこっちも聞こえてた。じゃあ入ってこい。話に聞こえてるならそこで立ってないで入ってこい。さすがにただってわけにはいかない。まあそれはな。お金取る。いや取るだろ。何、そんなびっくりすることじゃないぞ。普通取るだろ。驚くことかよ。勘違いするなって。俺は別に金が欲しいわけじゃない。そこのあんた、俺か？料理人だろ。相当、よくわかるね。腕が立つ。まあ腕は立ちますね。見ただけでわかるのか。相当だね、この人も。同業者だよ。それくらい醜さ。ちょっと食ってほしい。食ってほしい料理。別に構わねえが。仲間の分もある。食ってみてくれ。おう。食べるけど、どういうことなんだ？ならよかったよ。おお、なかなかの。あ、うまいんだ。毒味とかじゃなくて本当に
味を確かめて欲しかったんだ。このスープ複数の食材を組み合わせてはいるが、お互いの味が喧嘩してね。おお、こいつは誰にでも作れるよ。めっちゃ褒めるじゃん。サンジがそこまで言うなら本物だな。さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。はいはい。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたってな。え、あれじゃない？銀に出したスープ。銀に出したスープじゃない？もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって。え、ただで？全部ただでくれてる。優しすぎる。面白い。やばい、サンジ舐めてんなこいつ、マジで。じゃあ、え、でも料理ってどうやって作るの？俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。おい。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？ねえ。さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃないか。そうだよね。そうだな。この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえば、サソリの足肉だ。サソリの足肉食べれんの？サソリの足肉だ。美味しいの？そんなもん食えるのかよ。ねえ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが、俺なら問題ねえ。パッケーサンジ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。サンディシェル。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。なるほど。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入る。じゃあそれを集めて作るのか。集めたらどうすればいいんだ。あ、そうだね。ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。いやでも料理に関してはな、サンジ最強だから。そこはよし。じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。飲むぞっていうか飲ましてあげるんだけどね。仕方ねえ、付き合ってやるか。手分けして。手分け。まったく、あんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから、うんうんうん、忘れちゃダメよ。そうね。楽しい。この全然知らんことやのも楽しい。あ、おー、何？もう来た。ありがとう。だいぶカットしてくれて。なあサンジ、西の入り江に来たってことは、うんうんうん、ここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか。そういうことだよね。ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り。みんなで潮干狩りするのもちょっと見てみたいけど。いいよ、ナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕の内。ロビンちゃん笑ってる。サンジは料理人の目と鼻で希少な食材を見つけられる。サンジは食材に気づいたら黒サンジ。おお、なるほど。え、見たら分かるってこと。ああ、もう落ちてる、落ちてる、目の前にある。すごっ。そんな便利な、そんな便利なが目を持ってんの。お、もうゲットか。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。サンジの目かルフィの鼻とかで見つけられそうだけど、食材は。こんな簡単に見つけるなんて。うん、サンジすげえな。いや、すげえわマジで。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。いや、スープは出るでしょ。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。サソリを仕留めに行くってこと。どこにいるの？買ったりできないのかな。いるだろうが、一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。サソリの居場所を聞く。サンディシェルを入手した。はーい。ありがてえ、移動ショートカットしてくれるのありがてえ。来た来た。はあ、サソリの居場所を知りたいって。なんだってそんなことを。あ、そのサソリの足肉がうまいっていうのは知らんのか。まあいいか、サソリなら知らんってことだもんな。谷に行けばいると思うね。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。はーい、で行ってみるか。ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。任しときなよ。クリリンかお前。よし、クリリン。それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おい、あ、こうやって一人ずつ見せ場があんのいいな。情報収集はロビンだったっけ。ここはサンジだもんね。待ってよ、あの賞金首もやりたいんだけどな。賞金首どこにいるんだ。地図とかには書いて。あ、な、おい、なんだ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 。クンフージュン、ここあいつは確か、クンフージュン、けどどうしてこんな路地裏に。
前にサンドラ川でルフィに負けて弟子になったやつらみたい。あ、そうなの？ルフィの弟子？弟子お願いがあって探してたっす。マジで？なんだ、行ってみろ。スミカの仲間がサンドラオトカゲたちに襲われて、大勢負けてしまった。マジで結構強いはずなのに。ウソップボコボコにされたのに。負けたら弟子入りするのが俺たちの起きて。あ、コキ使われちゃってるんだ。そっか。負けた仲間を助けるために俺たちの力を借りたいのか。俺たちも、ああ、自分の手で仲間、ああ、かっこいいな。俺たちもう一度稽古をつけてほしい？いい子、確かに。自分たちで取り戻そうとしてんのか。上がってこい！こっちにも準備ってものがあるでしょ？ああ、いや、やります。準備ができたらまた声かけてほしい。オッケー、了解。わかった。すぐ戻っていきます。あ、すごい。そういうサブストーリーもあるのか。楽しい。もうちょっと待ってよ。終わんないって、こんなの。終わんないって。稽古つけます。待たせたな。待たせたな、やりましょう。待たせたな。全力でいくぞ。はい、行きます。いやー、まさか空風ジュゴンと戦うことになるとはな。TP 貯めるか。ノーマル攻撃。うわ、強い。え？何しようってんだ。あ、なんかそういうため技みたいなのやるんだ。あいつを何とかするぞ。お、うるせえマリモ。仲良くやれって。任せろ。でも全体攻撃ぐらい使っ、ガトリング使ってもいいかな。ゴムゴム。ガチェ。ガトリング。ナイス。うわ、でも強いな。いけるか。いけるか。ない、ない、強ー。強ロビン。さすがロビンだな。ちょっとこのパーティーで行くかしばらく。ナイスオッケー完璧だマイル強くなってるじゃねえか。これだけやれりゃあのトカゲだって十分相手にできる。こういう手がどうする？また警護する必要ある？大丈夫っす。そう言っていただけて光栄っす。こいつらいいやつだな。一路戦えて、俺たちも自信がついたっす。早速挑みに行くっす。警護ありがとうございましたっす。かわいい。当てるといいわね。頑張って、頑張れ。応援してるぞ。またお供にするって言いだ、確かに言い出さなくてよかったわ。確かに確かに。じゃあな、バイバイ。しかもお元気で。はーい、頑張って、仲間助けてこいよ。この後のエピソードあるんかな。仲間を引き連れてまた会いに来てくれんのかな。また会いたいけどな。じゃあな。あ、いた、兄弟。お、兄弟。似てる。え？すんごい似てる。すんごい似てる。すんごい似てんじゃん。A の賞金組の海賊兄弟がいたわよ。賞金稼ぎをおびき寄せて帰り道にしてるって話だし、戦いになりそう。この時点でもう何ガンつけてんだみたいになるでしょ。ウフィ、どうするかお前が。いや、もう今行きましょう。聞こえているぞ、お前たち。うるはははは。笑い方特徴的だな。ん？俺たちを捕まえるだってよ、兄ちゃん。こいつら兄ちゃんの懸賞金を知らねえんだ。教えてやんな、教えてやんな。聞いて驚くなよ。なんとなんと、300万ベリーだ！このタイミングのルフィっていくらなんだ？新世界行った時ぐらいなんだろうから。いや、ビッグマムは終わったのか？ 5 億なのかな？どうなんだろう。300万ベリーだ！おう、いや、手配書を見たから知ってたけどな。それにしてもそんな金額ですごい自信よね。ビビって。ワンピースの敵からこういうとこあるよな。300万の恐怖、味合わせてやら。そうか。やれるもんならな。うちで懸賞金負けてんのチョッパーだけだぞ、お前ら。いいんだな。お前ら、俺がぶっ飛ばす。さあ、ぶっ飛ばしちゃいましょう。お前たちの相手は俺だ。いや、でも食らわんな。痛い！いや、待って待って、30が死んじゃうって。30が死んじゃうって。トレインタフル。1人ぐらい倒してくれ。頼む。いや、ちょっと待って、強いな、めちゃくちゃ。メリーの前で。あ、でも気絶したっぽいな。情けない。意外と300万でもちゃんと強い。待って、まだ残るの？フル、ちょっともう一回竜巻で。頼むぞろ。ナイス！一人残してんな。この依頼のやつ結構強いんだな。ドスフルール。強いんだ。ドスフルール。あ、待って。これやばいかも。ごめん。やりすぎたわ。さすがにやりすぎた。ドーン。ナイス。ゾロ、次も俺に任せろよ。うん。
キャプテンは後ろで構えてるもんだ。うわいいな、今のセリフいいな、ゾロ、今のゾロのセリフいいな、うん、お、倒した、ナイス。300万のこの俺さんを負けるとは、グハ、うん、兄ちゃん、グハ。懸賞金通りに実力って、いや、ちょっと強かったけどな。わからねえな。倒したこいつらはどうすんだ。倒したらすぐにお金を持って現れるって言ってたけど、ここで待ってりゃいいんだな。え？ありがとう。うわ、怖いって怖いって思った通り強いね、君たち。あ、びっくりした。どっから現れたんだよ。感謝する。身柄はこちらが預かろう。そして、賞金だよ。どこで見てたの？え？懸賞金300万。手数料&預かり料。預かり金。297万。え？これぼったくられてる？